はい、バブルバブル。いや、でかい。見えねえ。見えねえ。はい、どうも、ロイです。今日はバブルランチャーを使って戦っていきたいと思うんですけど、今度のアップデートで、バブルランチャーが実は小さくなってしまうんですよ。で、これについてはまた今度のアップデートが出た時に説明しようかなとは思うんですけど、最後にでっかいバブルを使おうかなと思って、本当に最後ですね。アップデート来てしまったらもうこれ以上でっかいのは使えないかもしれないので、最後になってしまうんですけど、今日はスペシャル性能をつけたバブルランチャー使って戦っていきたいと思います。バブル納めですね。はい、待ち伏しました。マンタマリア号ですね。よろしくお願いします。今日は縄張りバトルで、やろうかなと。はい。たまには縄張り。されど縄張り。みんなが大好きな縄張りバトルやっていきたいと思います。まあ、個人的には、縄張りは、好きです。もうこれ何回も言うんですけど、やっぱ塗るの好きなので、俺は塗る。そして塗ったスペシャル、塗って溜まったスペシャルを敵に使っていく。大きいからね、壁の裏とかも倒せるし、まあ、なかなかバブルを有効的に使えるんじゃないかと思います。降りてこないかな？降りてきてるね。くらえ！困れ！このでっかいバブルに困れ！よし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 。逃げ場がない。逃げ場がない。今の敵は逃げ場がなかった。ただね、今、あれだな、スペシャルとかで、溜まってたら、スーパー着地かな？スーパー着地とか溜まってたらもしかしたら、返されてしまう。バブルは着地に弱いからな。返されてしまう気がするんですけど、神々だな、今日俺は本当に。最近なんか実況を始めて3年目にようやく経ったところなんですけど、なんか気づいたら、YouTube 始めて3年ぐらい経ってたんですけど、未だにね、ゲームしながらね、喋るのがね、時々難しく感じます。はい。生放送とかね、もうびっくりした。止まるか、そこ。もっと動くかなと思ってたけど。敵の数少なくないか？味方飛んできたしな。くらえ。もうリスから出てこれないじゃん、これ。でかすぎて。あ、下から降りてきた。ナイスナイスナイス。でかでっかいバブル、まさかのリスポーンに。敵がいないんですけど。え、こんなことってある？あ、いる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 。危ない。いや、着地溜まってるな。これ着地使ってからじゃないと、ちょっとバブルは使いたくない。しかし溜まってもいない。使ってきた。これ終わり。俺が倒す。当たらぬ。全然当たら、全然当たらない。オッケー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 。俺今まだ洗濯機とチャージしか見てないぞ。いたわ。ここにいたわ。カーリングボムラッシュ。スペシャル使ってました。どっから現れたのか。一体どこから今の子来たのか。味方やられちゃったな。ハイプレイかな。せっかくバブル溜まってるから使いたいんだけど、ちょっと溜められるの嫌だな。スーパー着地溜められるのが嫌だな。洗濯機は、着地だもんな。うわ、怖い。まあ、降りてきたら、降りてきたらって感じか。逃げ場のない。来た！おれ！よし。でかいの食らえ、チャージャー。ほら、あれ当たってないの？どっち？オッケー。でかいな。バブル納めにちょうどいいかもしれない。はいよー。なんか敵が少なく感じました。いや、実際少なかったのかな？なんか少なく感じたわ。ありがとうございます。強かったのかな？チームが。ありがとうございます。はい、ビーバースパーク。ビーバースパークは壁の裏とか、普通にバブル使えばやれそうだけどな。でかいから、相手の壁の裏の後ろに、バブル垂らしとけばなんか自然と勝手に割れて、まあ、勝手には割れないか。俺が割って倒せるんじゃないかなと。思うんですけど。うん、これ、俺塗った方がいいのかな？チーム、あんま塗れないから。基本、俺が塗る感じか。ね、基本俺が塗る感じだね。シャシャ見てんな、こっち。やだな。まだ見てる？ずっといるな。
ちょっと嫌だね。よし、こっちから入れちゃおう。はい、くれ。あ、なに？今のでやれないだと。ちょっと待って、助けて。でっかいバブルで。でっかいバブルはバリアにもなる。よしよしよし、追い返した追い返した。一旦塗りに帰るか。やはり俺が塗らないと。チーム的には塗れないから。あちゃちゃやられちゃったね、味方の。ハイプレが強いのかな。オッケー、もう溜まるぞ。来てるか。よし、溜まった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 から使っていきたい。いや、味方結構強いな。なんか前で敵倒してるね。敵がいないで敵がいない。さっきのゲームもそうだったけど、敵が全然いない。もう暗え、これ暗え。でかいの倒したいや、でかいよね、でかいよね。そうだよね。ナイスナイスいいね、いいよ。よし、塗ろう。いや、やっぱ俺塗ろう。リスキルしてる味方がリスキルしてる。いや、強いな。相手ピンチついてるしな。まあ、ビーマスパーク狭いからすぐ逆転されちゃう可能性あるから、しっかり塗るのは大事だと思うんだよ。しかも俺塗らなきゃいけない武器じゃん、このチーム。なんか来てるんですけど、抜けてきてたのか。汚されたとこ綺麗に。あ、味方戻ってきてくれたね、一応。まあでもここは敵俺が倒しておいたから、全然問題ない、大丈夫だ。いいね、いいね、いいね。いいね、味方強いね。塗ってるだけで終わるぞ。塗ってバブル吐いてるだけだぞ、本当に。すごい、縄張りとしてはなんか来てる。うん。一発で倒した。うわ、怖い。やぶない。あ、強い、待って、強い。いや、待って、マジででかくない？あ、やれないか。さすがにやれないか。遠すぎたかな。これビビるだな、相手。もう出てくるな。出てくるな。すげえな、この状況。うん、勝ったな。え？煽ってる、味方。味方はなんか余裕すぎて煽ってる。あ、自分濡れてなかったわ。申し訳ねえ。ね、勝ったでしょ。はい、勝ちました。ありがとうございます。いや、これ本当に、本当にでかくないか、このバブル。自分じゃ割れないけど。せっかくなんで、アサリをやろうかなと思って、ガチマッチに入ったんですけど、ちょっと武器が射程長いな、相手の。俺の武器じゃ倒せなさそうだな。まあ、バブルを、まあ、それこそバブルをうまく使っていけば、倒せるか？まあ、ちょっとアサリ集めて。うわぁ、高台取られた。うわぁ。うわぁ、あれやだ。あそこの位置やだなぁ。トップフィートでなんとかするしかないけど。なんなん、もうちょっと無理や、一回逃げよう。あー、プロコン！プロコンが壊れて前に。あぶねぇ、あぶねぇ、ナイスタブルシュート取った。来てる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 、助けてくれ。あー、消された。いや、消されちゃうんだよな、スペシャルで。ナイスナイスナイス、ありがとう。ちょっとね、あのプロコンがね、今4代目なんですけど、4代目のプロコンなんですけど、4代目のプロコンですら今壊れてて、毎回買ってるんだよね。修理するとなんか高いし時間かかるみたいで。味方のアルチミスタリーシュートだった。危なかった。ちょっとあそこの高台どうにかしないと、俺心なし、なんか世話しないというか、なんか忙しいというか、あれ倒してくれないときつい。そして俺は倒せない。わって、ああ、倒した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 、念願の壁裏倒した。ああ、強っ、ポークさん、マジか。あ、でも念願のバブルで壁の裏にいるのを倒せたから。しかも1個で倒せたね。2個使えば確実なんだけど。みんな多分1個のダメージが入ったと思う。味方頑張ってんな。お、ナイスナイス、うまい。味方うまい。あー、なんか落ちちゃった。ちょっと
竹怖い、無理。竹とはちょっと戦いたくない。下北斎か。いや、一旦バブ、いや、たまんないな。一旦貯めたいんだけど。アサリも貯めたいですね。アサリ全然。まず入れられてもないから。いやなんで一撃こんな重いの。ここ行ったらやられちゃいそうだから。登ろうとしてる。マジでやめれないの。ごめん、当たらなかったでーす。いや、チャージャーが見てくれて。いや、行っちゃおう。倒せてない。トーピードで？いや、倒せないか。え？全然当たんない。全然当たんなかった。全然当たらなかった。よし、これ、アサリ持っていけるか。いや、これいけるか。あ、いやー、スーパー着地か。いや、今、ちょっともうちょい早く割れてたら、着地も倒せたんだけど。今、大仏あったら割れてたかな。大仏の方が良かったかな。いや、でも、バブルの武器は大仏あった方がいいよな。でも、でかいのもロマンあるんだよな、ロマンが。俺のバブル納め。あ、なんか売れられちゃった。ナイス。あれ、今持ってたか。え？これ頼む。あ、オッケーオッケー、倒した。オッケーオッケーオッケー。これ、竹がいなーい。いるな。どうしよう、アサリ集めて。一応バブル、あー、溜めちゃったか。本当はでっかくしたくなかったんだけど、お、入れれるか。よし、ナイス、楽しい。はい。で、これバブル垂らしといて。味方やばい、やばい、これこのバブルの量はやばいって。あー、でも取られてる。バブルが割れている。はい。OK、これ入れまくれ、入れまくれ。あ、入っちゃう、入っちゃう、入っちゃう。いや、まさか味方もバブルだったか。え、6個。合計6個かな。6個あったよ。やっぱ味方のバブルと比べたら俺のバブルがでかかったな。飛べそう？な、ちょっと遅かったか。無駄か。だよね。ごめんね。無駄だよね。時間稼ぎにはなったかな。無駄だったかな。あとは。後ろからトーピード投げてれば来るか。通路から来そうだな。いや、通路来てるな。あれ、なんかどうした。ラッキー。ちょっと危ない。これな、アサリ取られねえ。だからスーパーチャー。ああ、終わった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 。ナイス。いや、まあでっかいバブル使えたし、バブル納めできたんじゃないですか。これで今のバブルとはね、おさらばですね。ありがとうございました。